京城帝国大学。京城帝国大学は、1924年、大正13年に日本としては6番目の帝国大学として、日本統治下の朝鮮の慶喜動慶城府、現、ソウル特別市に設立された朝鮮唯一の性、大学。大学の略称は、城代。内地の帝国大学が文部省管轄であったのに、大使、白代は、朝鮮総督府管轄だった。 1946年、在朝鮮アメリカ陸軍司令部軍政庁法令102号によって閉鎖された。李氏朝鮮では、1895年、開国504年の交互改革により、近代教育制度が始まった。日露戦争後の1905年、三つ九年、ポーツマス条約と第二次日韓協約により、大韓帝国、1897年は、 日本の保護国となった。初代党官として着任した伊藤博文は、交互改革から1906年、三つ竹十年まで11年経っても、全国で小学校が42も満たない実情を見て、大韓帝国の官を集めた席で、あなた方は一体何をしてきたのかと叱責し、朝鮮半島での学校建設事業を最優先して、進めた。そのため1906年、三つ竹十年には、 韓国東韓府より普通学校令が交付され、5から6年生であった小学校を4年生に改変し、教育が進められた。日本の統治や普通学校に反発し、愛国啓蒙運動を起こして私立学校を設立し、朝鮮語でハングルの習得や民族の歴史などの教育を行った者もいた。対して、日本政府は1908年、劉博二年に、 私立学校令を交付し、統一した教育の実施を狙った。1910年、明治43年の韓国併合後、朝鮮総督府は朝鮮人を対象とする第一次朝鮮教育令を交付、1911年して普通教育を進めた。李氏朝鮮時代には一般人、特に女子を教育する機関はなく、7割程度の 朝鮮人が読み書きができず、また朝鮮では漢字が重視され、ハングルは軽視され教育されることはなかったため、ハングルを必修科目とした日本の教育により、朝鮮民衆にハングルが広まったとも言われる。しかし、当初は朝鮮人年少者は未就学であり、就学した朝鮮人も多くは民族系の私立学校や書道に通学し、 日本系の普通学校での朝鮮人は日本人の三パーセント程度だった。総督府はこのような事実に対し、九百十一年、明治四十四年に改正私立学校規則を交付、九百十八年、大正七年に初等規則を交付し、より教育の統一性を図った。初等学校への就学率は、平行時代の最末期で男子が九十三パーセント。 女子が70%台にまで急上昇した。1918年、大正7年、日本、内地での高等学校令改正に直接的な影響を受けて、1920年、大正9年に臨時教育調査委員会が設置され、その答申に基づく第二次朝鮮教育令、1922年により、朝鮮でも法的に大学設立が可能となった。 この動きには、日本内地における対象でもラらし、1918年や1919年、対象8年の3.1独立運動の発生の影響があるとされる。朝鮮総督府の武断政治から文化政治への政策転換は内地延長主義と呼ばれるが、朝鮮での教育に関しては内戦教学と呼ばれる、台湾でもこの頃同様な政策転換があった。 日本統治時代の湾内地延長主義時期、1915年から1937年。他方、内戦教学対抗し、3.1独立、運動以降の1920年頃からは、民族系の団体が、私立の朝鮮民立大学設立の動きを見せ、また、在朝鮮アメリカ系宣教師団体が、専門学校の大学昇格の動きもあった。 このような日本の朝鮮統治への抵抗としての大学設立機運が朝鮮民衆の中で高まる中、かかる動きを制するために日本政府及び朝鮮総督府主導下での大学設置が急がれることとなった。1924年、大正13年に余下を設置し、1926年、大正15年に法文学部、医学部の各学部が設置されて、 大学レベルの教育体制が整った。所在地は、小六大学路、旧、京城府、東隆市長。与川、清涼座と。1929年、昭和4年から大規模な水力発電所が、応力港とその支流に作られ、1930年代の、朝鮮は工業化が急速に進んだこと。また、1931年、 昭和6年の満州事変と1932年、昭和7年の満州国設により、資源が豊富な満州での工業化が見込まれたことなどから、高度な技術を持つ人材の需要が高まり、その供給源として1941年、昭和16年には、理工学部が設置された。白大の教授陣は、東京帝国大学卒を中心としており、 他の帝国大学の設立期と似ている。日本語で専門教育の講義がなされる。白大では入学者はあらかじめ日本語での普通教育が必要であり、死が事変、日中戦争勃発、1937年後には第三次朝鮮教育令が交付、1938年され、内戦教育の一元化が唱えられた。しかし、1942年、 昭和17年の朝鮮人の就学率は55%、日本語普及率は20%に止まり、白大でも医学部における1930年、昭和5年の第一期卒業生が日本人43人と朝鮮人12人、白大全体では1937年、昭和12年の日本人学生と朝鮮人学生の比率が70.2%と29.8%、 1942年、昭和17年のそれが60.4%と39.6%と、朝鮮人学生が過半を占めるに至らなかった。終戦により、連合軍軍政期に入ると、教職員や学生の半数以上を占める、日本人学生は日本に引き上げ、慶状帝国大学は閉鎖された。現在のソウル大学校は、 白台の固定資産を受け継いで新設されたものであり、他の旧帝国大学のような連続性はない、日本が所有していた白台関連の固定資産の移転に関する法的根拠は以下の年表参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。